山市。うん。あ、今帰るとこなの。ね、うん、ね、そうそう。うん、じゃあいつで電話するね。うん、じゃあね、バイバイ。班長です。分かってる分かってる、ちょっと電車の中だと恥ずかしいから何でも分かってる。まあね、後が辛そうだ。でもね、ちょっとね、雨に弱いんだよ。でも景気いい携帯だよね、俺ね。なんじゃないですもんね。そうだそうだ、便利なんだ。移動中なので、はい、また会社に着いたら電話します。はい、申し訳ありません、失礼します。この携帯が増えるんだね。いや、なんかね、そうだこれ、番号増えるからこっちにした方がいいって言われました。番号増えるから、でも重たいね、それ。でもバッテリー持ちますよ。バッテリーはね、長時間話せんだ。いや、もう3年は大丈夫です。3年3年3年売ってますよ、3年。あ、ほんと、いいな、これ3年。3年です3年ですよ。もう3年これだから3年だっつってんだよ。いや、まあまあまあ3年だっつってんだよ。じゃあ、まあ、気悪いわ、あんた。喧嘩しなくても私の携帯で。あれちょっと待ってね。もしもし、なんか言いながらやめろ。当たりが本当気悪いわ。気悪いなんだ、私だって。電源切っとけよ、電車の中でよ。迷惑だろ、お前。あのね、ご飯食べた。聞いてる話よ、その話を。そう。聞いてるよ、その話をよ。なんか変なおじさんいるから、ごめんね。変なおじさんないよ。じゃあね。電車の中で電源切っとけよ、迷惑だから。すいません。え？じゃあ、つくな、もう。電話。もしもし。おい。電源切っとけよ、お前。ほら。うるさいんだよ。年末になると変なおじさん出るからさ、ごめん、切るね。電源切っとけてんだよ。はい、失礼します。扉の席ちょっと立ってください。はい、すいません、失礼します。はい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 、味噌つけてる。気が大変だ。
しもし、あ、ママ、うんうん、あ、分かった、じゃあ急いで帰るね。うん、じゃあね、バイバイ。ほんと帰らないね、お前ね。あ、今自分でなんか曲作るやつ、ね、作る、うん、かわいいやね、これね。ね、かわいいね、うん、また今度誘ってね。はい、じゃあね。もう電話の呼び鈴ですか、これ。電話ですよ。あ、鳴き声の？そう、遅れてますね。あ、あるんだ。あるんだ。初めてだ。いろんなもの作れるからね。いいよな。ラジエーション。また一人死んだ。すんでくすんでく、はいはいはい、私の音、今の音、電話の、電話の音、それ間違いないもんね。間違いないもんね。初めてですよ。初めてでしょ。初めてそうそう、真似されちゃう、思っちゃうからね。すっげーな。もしもし、はい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 、男の音、私の音、間違いないよね。間違いないもんね、それもね。面白いな。今の、男じゃないの。今の、本物です。何を言ってんの。身が出たかもしれない。動くな、動くな、動くな。あ、不思議な癖。